10時15分発のピンクのシールを貼っているチケットをお持ちのお客様は2番乗り場にお越しください。
と左側の石垣の上をご覧いただきますと、まだですね、赤や色の花が残っておりますね。あの石垣の上の花は桃の花ですね、桃の花。この石垣の上自体が大阪城の桃園となってますね、桃園となってます。
覧いただいておりました。上流約3キロが手間桜の宮公園という河川公園ですが、実にこういう桜の木が5000本弱あると言われておりますね。
奥の方を見ていただきますと、この辺りでしたらね、奥の方の八重桜、ちょっとご覧いただけるんじゃないでしょうか。あの柵の中にある桜が造営局の八重桜でございますし、完全にあのように柵の中ですから、敷地の中ですからね、通常は一般の方は入れない場所です。それで昔はですね、あの桜というのは造営局の職員の方だけでお話をされていたようでございます。それが10代目の遠藤局長という方がですね、こんな素晴らしい桜を職員だけで一人目お花見というのは誠にもったいない話だ。ここは一つ市民に介護しようではないかということで始まったのが造営局の桜の通り手だそうです。
遠くに見えております山は生駒山頂ですね。テレビ塔のあるあたりですね。生駒山頂にあります。また前方丸い屋根が見えてきますが、これは大阪城ホールですね。大阪城ホールでございます。コンサートでしたら約1,500人ほど入る大きなホールとなっておりますね。それではここでちょっと大阪城を見ていただこうと思います。この橋を抜けたらですね、すぐ右側に見えてまいりますね。写真を撮られる方は見てからスマホを探していたらもう取り損ないでございますので、シャッターを押せるところまで準備してお待ち願いたいと思います。橋を抜けたらすぐ右側に見えてまいりますね。はい、右側ご覧いただきたいと思います。大阪城でございます。大阪城を最初に建てたのは大閤さん、豊臣秀吉ですね。そのお城は夏の陣という戦で焼けてなくなりました。もう400年以上前の話ですね。今ご覧になっているこの大阪城というのは昭和6年に当時の大阪市民の寄付で再築されたものでございますね。ですからもう完全な近代建築でございます。中にはエレベーターもちゃんとついておりますね。前方のビルの屋上をご覧いただきますと、黄色い YTV という看板が上がっております。10チャンネルですね。読売テレビのビルでございます。朝のニュース番組と10チャンネルを見ていただいたらですね、あの屋上からの映像等も配信されているようでございます。前方の橋は大阪城新橋というね、大阪城新橋。あの橋ができたのは昭和58年の10月でございます。58年の10月といいますとね、この右手大阪城公園で大きなお祭りがありました。大阪城築城400年祭りというお祭りが2ヶ月間にわたって開催されました。それに合わせて新しくできたものが4つあります。まず1つはこの前方の新橋、2つ目はこの右側の大阪城ホール、3つ目は前方 JR 環状線が通ってます。環状線の大阪城公園駅、もともとはここには駅はなかったんですね。そして4つ目というのは当社大阪水上バスです。水上バスもそのお祭りに合わせまして設立営業開始いたしまして、もう早いもので今年40周年を迎えております。この右手あたりで、ね、桜の花がまだ残っておりますが、これは八重桜ですね。八重桜というのはこのようにですね、花と新緑の芽と一緒に出てまいりますね。前方の観光船はアクアライナーなにわといいますね。アクアライナーなにわでございます。
この船は当社開業時、40年前からですね、ずっと走り続けている観光船でございます。あの船はですね、客室に開く窓というのは一つもございません。客室には開く窓というのは一つもございません。これにはちょっと訳があるんですね。開業前半年ほど前に試験艇を持ってまいりまして、この寝屋川を試験運航いたしました。今では想像もつきませんが、当時はこの寝屋川というのはですね、汚い川でした。ひどい川でしたですね。ゴミは多いわ、臭いはひどいわ、臭いわということでですね、メタンガスがあちこちから出てるわということで、その試験運航の段階でですね、とてもとても客室に窓を開けるような環境ではないということでですね、造船所に急遽設計変更を指示いたしまして、あのように密閉型の船として就航したわけでございます。ただ40年も経ちますとですね、想像もできませんでしたが、このようにオープンデッキの船で走りましても、ほとんど気にならない程度までですね、この輪っか綺麗になったようでございます。Thank you.
番にはご利用なくお客様にご案内いたします。11時20分発のチケットをお持ちのお客様は1番乗り場にお越しください。それではこれからですね、短い時間ではございますが、天井からの大阪のご遊覧のひとときをお楽しみいただきたいと思います。両岸ずっと桜並木なんですがね、さすがにもうちょっと左手の方葉桜になってまいりました。みんなの方はまだまだだという感じなんですがね、今年の大阪の桜の開花日というのは2月の予想では3月の23日ということだったんですが、それが遅れに遅れまして1週間遅れ、3月30日の開花日でございます。その開花日を決めます大阪の美術国というのは、この左手大阪城公園の西丸庭園長でございます。右側の桜を見ていただきますと、その間にちょっと枯れ木みたいなのがところどころありますが、これは花水木ですね。桜の花が終わる頃、花水木の花が咲き始めますね。左側の護岸を見ていただきますと、小さなトンネルが見えてまいります。このトンネルは何かと言いますと、戦争中この公園内に防衛工廠という武器弾薬を作る工場があったんです。その武器弾薬をこの小さなトンネルから船で出し入れした名残だそうでございます。また左手ちょっと遠くになりますが、大阪城も見え始めております。
明かりがつきますと、この両岸大変夜景の綺麗な公園ということでもよく知られております。
ーライナーなにわですかね。これでまあ幅が5メートルほどあるんですよ。長さは30メートル、定員は100名ほどになっております。右側の石垣が大阪城の一番外側の城壁となりますね。前方を見ていただきますと大阪ビジネスパーク OBP のビルが見えておりますが、前方のガラス張りのビルがクリスタルタワーというビルですね。このビルの高さは地上150メートル、地上150メートル。大阪にはちょうどこのビルの倍の高さのビルがあります。天王寺の方に立ってますアベノハルカス、アベノハルカスはこの前方のクリスタルタワーのちょうど倍の高さ300メートルとなっておりますね。遠くに見えております山は生駒山頂ですね。テレビ塔のあるあたりですかね。生駒山頂になります。また前方丸い屋根が見えてきますが、これは大阪城ホールですね。大阪城ホールでございます。コンサートでしたら約1万5000人ほど入る大きなホールとなっておりますね。はい、次がご覧いただきたいところ大阪城でございます。大阪城を最初に建てたのは大公さん、豊臣秀吉ですね。そのお城は夏の陣という戦で焼けてなくなりました。もう400年以上前の話ですね。今ご覧になっているこの大阪城というのは昭和6年に当時の大阪市民の寄付で再築されたものでございますね。ですからもう完全な近代建築でございます。中にはエレベーターもちゃんとついておりますね。前方のビルの屋上をご覧いただきますと YTV という看板が上がっております。10チャンネルですね。読売テレビのビルでございます。朝のニュース番組と10チャンネル見ていただいたらですね、あの屋上からの映像等も配信されているようでございます。前方の橋は大阪城新橋という橋ですね。大阪城新橋、あの橋ができたのは昭和58年の10月でございます。58年10月と言いますとね、この右手大阪城公園で大きなお祭りがありました。大阪城築城400年祭りというお祭りが2ヶ月間にわたって開催されました。それに合わせて新しくできたものが4つあります。まず1つはこの前方の新橋、2つ目はこの右側の大阪城ホール、3つ目は前方 JR 環状線が通ってます。環状線の大阪城公園駅、もともとはここには駅はなかったんですね。そして4つ目というのは当社大阪水上バスです。
水上バスもそのお祭りに合わせまして設立営業を開始いたしまして、もう早いもので今年40周年を迎えております。この右手あたりにね、桜の花がまだ残っておりますが、これは八重桜ですね。八重桜というのはこのようにですね、花と新緑の芽と一緒に出てまいりますね。